みなさんこんにちは。奈良市の取り組みやイベントを楽しく伝える奈良市ニュースです。1月7日から市内すべてのバンビーホームで開所時間の延長を試験的に開始しました。この事業は市の人口政策プロジェクト会議で緊急対策事業として採択したもので、小学校に入学する段階で託児所の時間が短く、家で子どもが一人で過ごすことになってしまう、いわゆる小一の壁の解消を目的としています。平日は開所時間を1時間延長、土曜日は合計3時間延長しました。母親がもうずっと夜遅いもんで、7時まで、また大体6時くらいにはお迎え来れるようにしてますけれども、もうとっても助かってます。バンビーは楽しい、嫌がらないで楽しんで来てるみたいです。でもちゃんとここでお勉強、宿題とかもやってきてくれますから、帰ってからはもう目を通してやるだけでほとんどもうできてますからね。それはもうきちんと宿題はやってきますので助かります。開所時間拡大は3月24日まで試行実施し、来年度からは完全実施する予定です。1月17日、18日に市観光センターで町中市場竹とスイーツを開催しました。奈良町中市場は地域の商店街などの振興を図るとともに、地元の個人店の魅力を市民や観光客に PR することが目的です。20回目となる今回は、市内の酒造蔵元の地酒や地酒を使ったスイーツを楽しめるイベントとして開催しました。他にも奈良県ブランド品種のいちご、コトカやコトカを使ったケーキなども出品されました。訪れた人は奈良の魅力を楽しみました。これもこれで美味しいじゃん。私だったらこれ凍ってるわ。なんか爽やかでちょっと辛味があって、とても美味しいお酒でしたけど、このお酒は初めて。でもお名前が、阪神酒造がとても有名な銘柄なので、一回購入して飲んでみたいなとは思ってたんですけど、はい。1月20日開催の20日奈良ウォークで長寿健康ポイントを初めて付与しました。20日奈良ウォークは市民の健康増進を目的に毎月20日に開催しています。今回は対象者90人に長寿健康ポイントを付与しました。ポイント対象事業は順次拡大していきます。と思った時には参加したいなと今までもずっと思ってたんで、その上ポイントがつくんだら、ありがたいです。ありがたいですね。はい、皆さん、今日から奈良市ポイント制度が始まりました。今日は初日ですので、少し制度のご説明をさせていただきたいと思います。この制度は2つの制度から成り立っています。一つは70歳以上の高齢者の方々に対して外出の機会を増やし、生き生きと健康的な生活を送ってもらうことで健康寿命を伸ばしてもらうこと。もう一つは地域に根ざしたボランティア活動をしてもらうためのきっかけ作りです。まず70歳以上の方々には、毎月行われる20日奈良ウォークや各福祉センターなどで実施される介護講座に参加されたとき、すでに市から配布させていただいている IC カードにポイントを付与します。また市民の方々にはボランティア入門講座やボランティア体験プログラムなどに参加された場合、ご自身がお持ちの交通系のカード、シーカやピタパ、コカなどにポイントを付与いたします。また加盟店でお買い物をされた場合もポイントがたまります。お貯めいただいたポイントは、奈良交通バスのチャージ券や奈良市の特産品と交換できるほか、加盟店でもご利用いただけます。ポイント付与の対象となる事業については、市民だよりや市のホームページで随時お知らせいたしますので、皆さんどうぞ
頑張ってポイントを貯めてください。1月24日から1月30日までの奈良市の主な行事予定です。今週末の24日は若草山焼きが実施されます。約200発の打ち上げ花火の合図の後、若草山全体に一斉に点火されます。古都奈良に春の訪れを告げる若草山焼き、ぜひご覧ください。以上、奈良市ニュースでした。奈良市ニュースは毎週金曜日に公開しています。来週もお楽しみに。